1988年の世界ラリー選手権は FIA 世界ラリー選手権の第16回大会となる。前年同様全13戦でタイトルが争われた。マルティーニ・ランチアは前年同様今年度もシリーズを支配した。マニファクチャラーポイントが与えられる11戦のうち10戦で勝利を収めた。ランチア・デルタ 1F4WD は マルク・アレンとミキ・ビアシオンの手によってその速さと信頼性が証明された。シーズン途中でランチやアデルタ・インテグラーレを投入し、即座に成功を収めた。ビアシオンはドライバーズタイトルを獲得し、2位にはチームメイトのアレンが入った。サードドライバーのブルーのサビーもマニファクチャラーズタイトルに貢献したものの、ドライバーズタイトルの争いに加わることはできなかった。 ジョリークラブのアレックス・フィオリオもランチアを買ってランキング3位に入った。フォードモーターは唯一ランチア以外で勝利を収めたマニファクチャラーであった。ディディエ・オリオールがシエラ・アルエス・コスアースでツールド・コルスにおいて勝利した。オリオールはランキング6位、チームメイトのカルロス・サインツは11位という結果であった。ラリースポーツスウェーデンのスティック・ブロンクビストモシエラをドライブし、 フォードドライバー最上位のランキング4位となった。1988年はアウディが WRC より撤退したが、多くの小チーム及びプライベーターは、アウディクワトロを用いて、結果を残し、アウディは、マニファクチャラーズランキング3位となった。マツダラリーチームヨーロッパは、ティモサロネンを第一ドライバーに起用し、マツダ 323-4W リーで戦った。ティモは、ランキング5位となり、 松田はランキング4位に入った。ワークスドライバーとマニファクチャラーズタイトルの争いに、加えて、プロダクションカーによる FIA カップ選手権も争われた。シーズン2年目の今年度カップは、松田 323-4W d のパスカル・ギャバンが、ランチア・デルタのホルヘ・リカルで、序盤に出る続報を抑えて獲得した。AB ドライバーズタイトルのみ。ありがとうございます。